アーグラ城やアーグラ城塞から眺めたタージマハルアーグラはインドのウッタルプラデーシュ州に属する都市。同州最大の都市で2011年現在の人口は約157万。アーグラー、アグラとも表記する。世界遺産に登録されているタージマハル病、アーグラ城塞があることで知られる。ガンジス川最大の支流であるヤムナー川沿いに位置する都市で、 古代より交通の要所として発展した。周辺地域における政治、経済、文化の中心。世界遺産にも定められているタージマハルなど多くの観光名所があり、多くの観光客が訪れる。近隣の都市としては、約180キロ北にデリー、220キロ西にジャイプル、300キロ東にラクナウが位置している。古代女子市のマハーバーラタにおいて、 アグレーバナと表記されていた。3世紀のプトレマイオスが制作した世界地図にもアーグラーとしてその位置が記されている。1475年頃にラージャ・バダルシングによって現代のアーグラとなる都市が設立された。16世紀初頭最後のデリー・スルターン・朝であるローディ・朝がこの地に遠いた。 ローディアザを倒して1526年にムガル帝国が建てられるが、その三代皇帝であるアクバルの時代に等として定められた。五代皇帝のシャージャハーンはアイヒムムターズマハルの死を嘆き、この町にタージマハル病を建てた。19世紀よりイギリスの支配下に入り、植民地統治の拠点の一つとなる。1927年にはアーグラ大学が建てられた。 世界的に知られるタージマハルのほか、ムガル帝国三大皇帝のアクバルが建てたアーグラ城塞、ファテープルシークリーと3つのユネスコ世界遺産に登録された遺跡がある。ありがとうございます。